私たちはプレミアムロードショップをこのように定義しています主要証券に位置し高級感のあるインテリアとアメニティ施設を備えた旅行文化センターしかし単純にインテリアを良くするという次元を超え顧客との疎通のための空間にしようとするのが私たちの目的です詳しい説明に先立ちまずは写真をご覧ください はい写真をご覧になった感想はいかがですか既存の旅行会社とはちょっと違うということを感じられたと思いますそれでは今からプレミアムロードショップについて説明いたしますプレミアムロードショップは単純に旅行商品を販売するところではなく顧客が売り場に訪ねてきて旅行情報を得て私たちが行う地域説明会や講演会に参加して 私たちとコミュニケーションし現地に行かなくても該当地域を体験することができまた専門家との相談を通じて予約することもできるそのような空間になることを望んでいます。プレミアムロードショップのタイプには自由旅行ハネムーンゴルフなどの属性という概念と東南アジア中国 日本など地域という概念で特化して進められておりここに花ツアーの新事業である旅行カフェトゥールドカフェ旅行用品販売事業である花ショップそして旅行情報コンテンツ事業であるツアーチップスなどが結びついた形態で進められていますその他にも観光庁広報館提携会社の広報売り場など追加的に結びつく可能性を有しています ソウルを除いた地域の場合には、地域拠点という形態で、地域の区分なく統合地域でも運営されています。プレミアムロードショップの現状です。現在、花フリー属性の本泥店がオープンされ、ハネムーン属性でチョンダン店がオープンされました。日本地域のプレミアムロードショップはカロスキルにオープン予定で、 中国及び東南アジア地域のプレミアムロードショップはジョンノーにオープン予定です。地方はチョンジュにオープンされ、カンジュとスウォンも4月オープンを控えています。それでは今からプレミアムロードショップを通じてどのようなマーケティングができるのか事例中心に説明したいと思います。プレミアムロードショップは流動人口が多い主要証券に位置し、 売り場内の映像イメージインテリア小物など多様な方法を通じて集中して露出することができますまた多様なイベントを通じて顧客と直接疎通することができますこのような活動を全国の主要拠点で同時に進行が可能で広報効果を極大化させることができるという点が最も大きな長所になりますまず広報官の形態で運営する方法です 本例店の1階に位置する三島省広報館の事例です三島省地域の文化、歴史、観光地などを示すために 外部には山東省地域のブランドを利用した外部サインが付着され室内には山東省の代表地域である青島を象徴する5月の風という構造物が設置されていますそして壁面にあるスクリーンとモニターでは山東省地域を紹介する動画が繰り返し上映されていますこのように一つの地域に対して顧客が多様な方法で体験できるように構成されています 次はプレミアムロードショップ内外部空間を利用して地域広報イベントを行う事例を申し上げます。本事例は東京トゥデ TODAY IN t o o l というテーマで行事を進めた事例です。顧客の関心と参加を誘導するために一等景品として東京の往復航空券を贈呈する景品行事を行い、 応募券の顧客 db を利用して今後二次的なマーケティング活動もできますまたカフェという特性を活用して飲み物購入時に記念品を提供する方法も行いました外部空間には東京地域のエノ電列車を象徴するフォトスペースを設置して顧客が参加できるようにしましたイベントと地域広報を案内するイメージウォールも設置しました 全体的な行事の様子です街頭売り場が公園に位置して周辺住民を対象にたくさんの参加を引き出すことができましたこのような地域広報行事は一言で小規模旅行博覧会を行うと考えればすぐに理解できると思いますプレミアムロードショップ内部の一部空間を活用したインテリアや小物を利用したマーケティングも進行可能です ガラス面にウィンドウペインティングをしたり売り場内に小物を備え付けて集中露出することができますご覧の写真のように売り場内のウィンドウペインティングによって地域のイメージを露出しました売り場内に設置されたモニターを通じて関連地域の映像を繰り返し上映できますまたカフェが入店したプレミアムロードショップの場合写真でご覧のように カップホルダーにもイメージを露出することができますカフェのトレイシートにも露出をしましたこのようにプレミアムロードショップを利用したマーケティングは一つではなく多様な方法で同時に露出することによって該当地域の広報に大きな効果がありますプレミアムロードショップでは作家講演会も行いました旅行作家や有名作家を招請して講演会を行い 作家講演会を通じて花ツアーのブランド広報だけではなく協力業者の広報効果を一緒に図ることができました。ホンデープレミアムロードショップでは2回の作家講演会と3回の地域説明会を行いました。特に地域説明会の場合旅行を計画する顧客が参加するので該当地域に対する関心の増加とともに直接的な地域情報の伝達で 顧客の満足度がより高かったです説明が終わった後、質疑応答の時間を通じて顧客と直接話し合える良い機会でした作家講演会や地域説明会などの行事を企画することになれば「花ツアー」オンラインチャンネルを通じて広報を進めます「花ツアー .com」イベントページと「Facebook」を通じて行事広報をして参加顧客を募集することになります また、行事後には参加顧客を対象に後期イベントを行い、ブログポスティングを誘導することになります。ネイバーで本で花ツアーを検索すれば、ご覧の画面が出てきます。多様な行事後期が掲載されていますが、このように行事が終わってすぐにフィードバックを受けることができ、これを通じてバイラルマーケティング効果を得ることができます。 ブログの内容の一部を抜粋した内容で、顧客の反応はほとんどが肯定的なものです。最後に、スタンプインという観光物について紹介したいと思います。プレミアムロードショップとトゥールドカフェだけを対象に発行している本観光物は、 市販機別に一つの地域を選定してその地域に関する多様なコンテンツを紹介しています既存の旅行関連印刷物との差別化を図るために最大限販売の色は排除し地域文化や関連食べ物などの軽い素材を通じて顧客に地域に対する興味を誘発させることを目的としています スタンプインは四半期別に発行される機関紙として現在5,000部程度発行されていてプレミアムロードショップが増えるにつれ部数も増える計画です1月に初版が発行され花よりじいさんで人気が高かった台湾地域で行われ主な内容は新年料理である餃子と菜食というコンセプトで行われました そして商品に関する部分は簡単に紹介する程度で構成されていますこれまでプレミアムロードショップの紹介とプレミアムロードショップを通じて進行できるマーケティング方法について申し上げましたプレミアムロードショップは既存の旅行会社とは差別化された新しい姿で顧客に接しようとする花ツアーの意思を含んでいます このような私たちの試みに大いなる関心と参加をお願いいたします。